はい、どうも皆さん、サムライ2948です。いつも YouTube のねチャンネル登録とかスーパーサンクスとか Discord への参加などなどね、本当ありがとうございます。今回の動画はですね、フォールアウト76の運営ベセスダから9月1日にですね、いろいろピットとスコアボード10についての情報が公開されましたので、それをですね皆さんと一緒に見ていくという動画です。で、タイトルにもある通りですね、報酬が非常にやばい、過去最高にやばいということで、詳細をですね、いろいろ語っていきたいと思います。少しだけネタバレをすると、やばいは悪い意味でやばいです。すごく悪い意味でやばいです。その辺もね、語っていきたいと思います。で、今までの私の動画ですね、一個一個こうやって報酬をね、語ってたんですけども、これだとですね、見てる皆さんがね、すごく辛いと思うので、今回はですね、こういったスライドをですね、用意いたしましたのでね、これ私が全部自作したんですけども、用意いたしましたので、それを使ってですね、皆さんに非常にわかりやすく、何がどうやばいのかっていうのをね、語っていきたいと思います。はい。ただですね、冒頭だけはちょっと、この動画とかですね、スコアボードとか、私のこととかね、知らない方のために、ちょっとだけね、序章を語りますので、ご了承ください。じゃあやっていきましょう。で、まずですね、フォールアウト76では、スコアボードと、大きなね、アップデートが大体同時に来るんですけども、それが来るのが9月ね、14日、日本時間だと9月14日頃なんですね。で、ピットという新しいね、箱庭エリアでのバトルと、シーズン10のスコアボードが来ると。で、そのね、イラストはこれですね。イラストはどうでもいいんですが、で、スコアボード来るって書いてありますね。はい。で、スコアボードはポイントを稼ぐとですね、すごくいいアイテムがいろいろもらえるよみたいなやつです。で、今回の報酬はこんな感じでね、いろいろもらえる感じですね。はい。この辺のね、詳細は後々を語っていきます。はい。カレンダーについてもね、語っていきます。これはイベントのスケジュール表です。で、あとね、ただ語っていきたいんですけども、こちらですね、まず、これ日本語版なんですけど、で、こっち英語版なんですけど、なんとね、日本語版はですね、基本的に更新が、2月で止まっております。信じられないでしょう。私も信じたくないです。ね、シーズン8って書いてありますよね。さっきあんたはシーズン10言うたやんってことで、これシーズン8ってね、3月1日に開始するシーズン8って書いてある通り、これ2月に書かれてるんですね。で、その後ですね、全然更新がされず、で、この辺の文字もおかしくなってるんですね。これ見てください。フリーステイツのウッド塗装ね、どう見てもフリーステイツのウッド塗装じゃないですよね。この辺もですね、どう見てもランチボックスじゃないですよね。ということで、日本語版のサイト見てるとね、もうすべて更新されてないので、日本語版はね、ベセスダの日本語版のページっていうのは更新がほぼないんです。ね、あるやつもあるし、別のところでは更新されたりもするんですけど、基本ね、何も信じられないので、今回はね、英語版のページ、それを Google 先生のね、力で翻訳したものを使っていきたいと思います。はい、ここまでが導入です。じゃあやっていきましょう。で、最初にですね、つらつらとね、報酬をね、こうやって見せてもいいんですが、そうじゃなくて、一番重要なところから皆さんにね、お伝えしていきます。で、何かというと、こちら。ね、連合のパワーアーマー、ユニオンパワーアーマー、ユニオンは連合です。ね、連合のパワーアーマー。これがですね、今回実装されるということで、非常にね、目玉アップデートということだったんですけども、これがですね、なんとスコアボードの報酬だということが分かったんですね。で、だったらいいんじゃ、なんか問題なのって話がね、あると思うんですが、すごくね、これが大問題なんです。で、何かと言いますと、こちら。ね、それぞれのランクごとに並べたんですが、ちなみにこれ一番左のやつはこれ、絵が間違ってると思います。英語版も間違ってたので、ね、もうどうしようもないので、このままいきますが、これ胴体ね、左上は胴体です。ランク25で、連合のパワーアーマーの胴体が手に入ると思ってください。設計図ね、これカイロズって書いてありますけど、設計図です。ね、要は、このランク25とか35とか45とか55とかで、ね、手に入るアイテムの設計図を使うと、連合のパワーアーマーっていう素晴らしいパワーアーマーが作れるっていうね、そういう触れ込みになってるんですね、今ね。で、この時点でやばいんですけど、何がやばいかっていうと、まずね、全身とか揃えるのにランク85まで上げなきゃいけないんですね。85っていうとほとんどマックスなんですよ。普通の人だったら1、2ヶ月かかりますね。普通の人だったら本当に、そんぐらいかかるね。死ぬ気でやればそんなことないんだけど、通常の人は1、2ヶ月かかります。なんでかっていうと、スコアボードって通常3ヶ月ぐらいでね、まったりやってあげるもんなんで、ね、音速であげる人でもね、死ぬ気であげる人でも 1週間ぐらいかかるんでね、そのぐらいやばいと思ってください。なので、揃えるのにまずね、そのぐらいやんなきゃいけないと。で、もう一つね、これ問題があって、で、連合のパワーアーマーってすごい期待されてたんですね。で、それがなぜかっていうと、こちら。ね、これ私のちょっと前の動画でね、公開した、ところの切り抜きなんですけども、左下を見てください。ピット A、これ新しいエリアね。ピット A、新しいエリアへ乗り込むのにうってつけな、この連合のパワーアーマー、ユニオンパワーアーマーね。これは、フルセットを身につけることで、毒耐性と総重量が上がる。で、この効果があるから、
すごくですね、今回素晴らしいっていう触れ込みだったんです、この情報はね。でもう分かったと思うんですが、これ要はまあ、なんかね、どうやらね、パワーアーマーは頭まで揃えないとセット効果が出ないらしいんですけど、ここが今回の一番のね、注目ポイントです。要はランク75まで上げないとこの効果は出ないんです。でこの効果が出ないとじゃあどうなのかっていうと、これ見てください。これね、各パワーアーマーでね、有名なパワーアーマーのステータス比較なんですけど、ただのここの数値しか出ないんです、連合のパワーアーマーってね。要は物理耐性115、エネルギー耐性75、放射能耐性65、ね、放射能耐性に至っては全てのパワーアーマーの中で一番低いですね。まあパワーアーマー 1V につき放射能耐性のカットが 15% あるので、まあ厳密にね、この65がそんな多大な影響を受けるわけじゃないんですけど、エネルギー耐性これ75しかないんですよ。 T65 だと120とかあるんですね。さすがにこれはね、いくらパワーアーマーでダメージカットとかあるとかね、いろいろ言ってもさすがにこれは影響するんですよ。胴体だけじゃないですからね、胴体と手足がありますから、両手両足ね、全部で 5V ありますから。なのですごくねまずいんです。ただこれだけのステータスしかないものだと、他のねパワーアーマー着た方がいいんですよ、ぶっちゃけ。これを要は連合のパワーアーマーを着る意味がないんですね。要は 1V でも欠けていたら。なので今回のですね、スコアボードはランク75まで上げた人のみがこの連合のパワーアーマーでまあ楽しめるということなんですね。で、じゃあランク75までね、まあ上げればいいじゃんって思うかもしれませんが、こちらですね、上はプレイステーションのまあ課金なんですけど、私はね、これが原因じゃないかとね、一瞬思ったんですね。何かっていうと、スコアボードってですね、課金してると早く上げれるんです。本当ですよ。これ少し前まで違ったんですけど、シーズン8だったかな、8ぐらいでね、なんか実装されて、課金してる人だけ1ヶ月間とかね、その契約してる期間、スコアボードを早く上げれるんですけど、なのでまあいいよっていうお話なんですけど、逆に言うと課金してないとスコアボード上がるの遅いんですね。なので私はね、今回のこのね、こちらの事件、要は、まあ、こっちかフルセットね、ここの 5V 揃えないと、ごめん、さっきから 5V って言ってたけど 6V だわいつも 生身で 5V だからね、今回 6V ですね。 6V 揃えないとダメだから、みんなねファースト契約してねってね、1500円ぐらい払えるでしょっていうね、そういう風なメッセージにですね、私はちょっとね捉えられてしまってね、そのぐらい、ちょっとマイナスのね印象を持ちました。今までこんなことなかったんですよ。こんなことをね、今までのスコアボード、要はシーズン10ってことは今までで10個あったんですけど、初めてですね、こんなに課金を押すようなね感じのアップデートをしてきたことは今回が初めて、まあ、なので過去に類を見ないほど過去最高に報酬がやばいっていうねタイトルに私はしているんですけども、まあなのでですね、ちょっとまあ皆さんがどう思うかわかんないけど、私は非常にマイナスだとね思ったというお話です。まあコメントぜひね書き込んでいただけると嬉しいですね。おかしいよね。100歩譲って 5V 揃えなきゃいけないのはわかるけど、スコアボードね75まで上げないと全部 V 揃わないってね、そんなバカなっていうね、25ぐらいで全部 V フルセット開放して楽しめるようにしてよって ね。なのであれですよ、誰かが言ってたんだけど、胴体と足だけつけてる人がね、要は手と頭なしみたいなね、人が出てくるんじゃないとか言ってね、ちょっと笑い話になってましたけど、本当にそうなるかもしれない。まあでもフルセットつけないと効果ね、で一番いいの出ないから、まあそもそも誰も装備しないかもしれないけど、まあなのでね、非常にマイナスって感じでしたね。であとはね、今回新しく実装されたものの中で、ちょっと面白かったものを語っていきたいと思います。で一覧にするとね、まあこんな感じです。はい、まあこれオートアックス、ここねランク15に入ってますね。この辺にね、連合のパワーアーマーフルセット来てほしかったな。であといろいろ書いてあるんですが、まあだいたいそんな面白いもんでもないですね。ピッツバーグ宮殿って書いてありますが、これは似たようなねボロいやつがすでに課金アイテムとして実装済みです。それのまあ、ちょっと見た目変えたやつですね。でこのね金色っぽいやつはこれ何かっていうと、これは課金してる人専用のもらえるものです。要はごめんね、今喉詰まった。ランク45までね、普通の人が上げてももらえないと。課金してるね、ファーストの、さっき言ってた月1500円のやつね。あれやってる人は、まあこのランク47でもらえるよってやつですね。ちなみに1年契約すると少しね、さっきの1500円ってやつは安くなります。はい。で、
あとはこんな感じのものですね。まあ、これはスキンですね。はい、これフレア。これフレアってのはリュックの後ろにつける飾りです。まあ、何の効果もないです。はい。で、あとはこれバックパックのスキンですね。まあ、この辺も全部スキンですね。はい。で、この辺、これはキャンプ用品ですね。まあ、スタインってなんか飾りです、飾り。何の効果もないです、多分何の効果もないと思う。で、あとは、有毒廃棄物の山っていうね、ちょっとまあ面白いアイテム。で、あとはまあ衣装と、ドアかな。ドアでスキンと。まあ、あと変なもの。はい。こんな感じです。はい。まあ、なのでね、まあ、ちょっと微妙かなって感じでしたね。で、続いて、このカレンダーなんですけども、カレンダー。ね。全部英語で、まだ日本語版公開されておりませんので、今回はですね、まあ、特に重要なものだけ引っ張ってきました。これは注意してほしいんですが、真ん中の2つを抜いてます。要は、10月オクトーバーと11月ノーベンバー、この2つを抜いて、上が9月、今月ですね、9月、と下が12月です。で、丸で囲ってあるところは重要なところです。今回はそこだけ語っていきます。で、上側の9月の真ん中のね、赤い丸。これ何かというと、ピットの実装日です。セプテンバー13ということで、まあ、9月14日ですね。日本時間だと14日です。で、12月、ちょっと気になるのがですね、ニューリージョンボスって書いてあるんですね。まあ、なので、もしかしたらですね、新しい、まあ、スコーチビーストクイーンみたいな感じのボスが実装されるかもしれないです。まだちょっとわかりませんけどね。で、12月にね、他書いたのはシーズン11ということで、まあ、スコアボードの切り替わり、大体3ヶ月に1回なので、まあ、ちょうど今9月なんでね、9、10、11と過ぎて、まあ、12月にね、まあ、また更新されるということで、まあ、皆さんね、3ヶ月で、スコアボード上げていただければいいですよっていう話ですね。で、あと、年末ということで、ハラレースコーチイベントということで、これ何かっていうと、まあ、私の少し前のね、動画で語ったんですが、まあ、伝説集め放題みたいなイベントです。まあ、ただね、まあ、今は結構ですね、エビクションノーディスとか、あとはピットも来ますので、伝説のアイテムってそれほどですね、有用性がまあそんなにレア度も高くないので、うん、わざわざここで集めなくても、まあ、別にいいかなって気も若干します。若干ね。はい。で、あとですね、まあ、少し語りたいのは、ここからはね、まあ、雑談なんですけども、フォールアウト25周年アニバーサリーということがね、まあ、書いてあって、皆さんもしかしたら初心者の方がですね、すごくここを、まあ、期待しちゃうかもしれないのでちょっと言っておきたいんですが、フォールアウトの運営はですね、ベセスダ基本的に記念日はほとんど重要視してません。私このゲーム3年間プレイしてますけど、基本的にですね、ベセスダはなんか特別なセールやるぞとか特別なイベントやるとかはほぼないです。で、嘘やろうと思うかもしれないので、ちょっと去年のですね、データを持ってきたんですが、これ去年のフォールアウト76の運営のデータです。はい、公式の発表ですね、公式サイトです。で、3度目の誕生日迎えましたって書いてある通り、これ3周年記念で作られたページなんですね。で、まあ、いろいろ書いてあるんですけどもね、3周年記念だからね、こうしますって言って何やったかっていうと、なんとね、統計データを発表しただけなんですね。手ごわい敵トップ3とか、ね、最も倒された未確認生物とか、ね、消費キャップとか、ね、すごくどうでもいいこと公開されて、で、なんか他の下にね、なんかあるのかなと思ったら、別にないんですよ。そんなに。これファースト、要はファーストをね、少しだけ体験できるってやつと、で、あとね、まあ、PTS 参加してねっていう、まあ、これはいつものやつです。いつもやってるやつ。ね。で、あと、ゴールドラッシュとランダムピックイベントって、これは普通に金塊の交換量増えるやつと、マームルサンセールです。終わり。終わり。この後なんもないですよ。これ今、9月だからこのページ表示されてるけど、要はここで終わりです。まあ、なので、基本的にですね、先ほどお見せした画像の通り、アニバーサリー、というものに関して運営はですね、まあ、無頓着ですので、ここは多分何にもないかもしれません。その可能性が極めて高いです。まあ、なのでですね、あんまり期待しない方がいいというのがね、私なりの意見ですので、まあ、全然期待しないでください。はい。ね、あと余談ですけど、私ね、別のゲームでも5000再生ぐらいね、1ヶ月で行きまして、まあ、なのでですね、まあ、これ以上運営が変なことね、しようもんなら別のゲームの方にね、
配信をメインにしようかなって若干思っちゃったりするんですけどね、まあ、そうならないようにね、まあ、祈っておりますので、ぜひね皆さん、あの運営に対して、まあ、私のこれ今回のね動画は全て私の感想ですけども、まあ、何かですね思うところがあったらどしどしね運営にあの物申していただければいいかなと思います。はい、あとピットね動画また作りますけど、まあ、ピットもね非常にマイナスの印象が強い動画になっちゃうかもしれませんがね、まあ嘘を言ってもしょうがないので、真実のみをね、私が感じた真実を皆さんに、お伝えしていければいいかなと思います。まあ土日ぐらいに公開しますかね。はい、じゃあお疲れ様でした。侍2948、今回は、シーズン10のスコアボードね、過去最高にヤバい報酬がっていう感じの動画でした。またよければね別の動画をご覧ください。ではでは、視聴ありがとうございました。